俳優の高島政信、50、に第一子が誕生したことが22日、分かった。所属事務所を通じて、文書で、今月の21日、3時のおやつの時間に、我が家に、新たな命が誕生いたしましたと報告。性別を、ちょっと大きめの男の子ですと明かし、初孫を迎えた両親の様子について、電話で報告したところ、おめでとうと大変大きな声で喜んでくれました。 涙が出ましたと綴った。正信は2015年9月に医師の一般女性と再婚。待望の第一子誕生に、これからはこのかけがえのない命をいただいたことに感謝して、人間として再出発するつもりで頑張っていきたいと思っていますと心境を記している。また、弟の嬉しい知らせに、兄で俳優の高島雅宏、51もおめでとう。 よく頑張りましたね。素晴らしい。と祝福のコメントを寄せた。